ナッソーストリートはニューヨーク市マンハッタン区フィナンシャルディストリクトを走る通りである。近くにはペース大学、ニューヨーク市庁舎、そしてブルックリン橋などが位置している。この通りは南端のウォールストリートから北端のスプルースストリートに向かう一方通行となっている。この通りの一部ロック西は ブロードウェイとパークローで一ブロック東はウィリアムストリートである。この通りの名前はオランダ王室のオラニエ・ナッサウ家から付けられている。ニューヨークタイムズビルとアメリカ商冊子協会はナッソーストリートの北端を挟んで向かい合っている。ナッソーストリートは1696年より前のどこかでオランダの王子で後にイングランド王ウィリアム三世となったナッサウのウィリアムの 栄をた,たえて名付けられたこの通りはかつてニューヨーク市の新聞社の多くがオフィスを構えていた場所であった。20世紀後半にはこの通り沿いのショッピングを促進するため通りは車両通行禁止となっていた。ナッソーストリートはフルトンナッソー歴史地区の境界を形成している。この地区はブロードウェイ、パークロー、ナッソーストリート、ダッチストリート、ウィリアムストリート、 アンストリート、スプルースストリート、そしてリバティストリートに囲まれている。ニューヨークタイムズの最初のオフィスはナッソーストリート113に位置していた。1854年にナッソーストリート138に、1858年にはパークロー41に移転し、ニューヨーク市で初めて自社ビルを持った新聞社となった早くとも1915年には EN、メキール、 SB クリースタンプニュースは、ナッソーストリートの販売業者の広告を多く、掲載していた。1930年代には、切手収集の人気が非常に高まっていた。この短いナッソーストリート沿いには、多くの切手やコインの販売業者が店を構え、この通りは、ニューヨーク市の切手地区の中心であり、切手通り、と呼ばれていた。世界恐慌の間、証券市場は低迷していたが、 切手の価値は下がらず換金性の高い資産であり続けた。切手センタービルはナッソーストリート116に位置しており、地下鉄切手ショップはナッソーストリート87に位置していた。1970年代には、ほとんどの切手販売業者はこの地から離れ、この通りの切手の中心地としての面影は失われた。ナッソーストリートは、1960年代に、 出版された EN、ハーマン・ハースト・ジュニアによる切手収集産業の黄金期を描いた著作のタイトルでもある。ありがとうございます。